最悪なのは、人の意見を取り入れ、ピンチになることだと、マクレインは思った。クリスマス、大企業の高層ビルで行われたパーティーに、マクレイン刑事は参加していた。それというのも、彼の妻のホリーが、企業の幹部だったからだった。マクレインは、親切な男から、乗り物酔いには裸足になることだと聞き、実行した。その途端、テロリストの襲撃があり、ビルはパニックになる。警察は、犯行組織に対抗できない。テロリストは、人質を屋上に集め、爆破するつもりだった。マクレインは、足の裏をガラスの破片で切りながらも、犯行を阻止する。そして、主犯のハンスと対決する。ハンスは、ホリーを人質にするが、マクレインに撃たれ、社長賞でもらった腕時計と一緒に落下する。